クスを磨くならセンスを磨け OB ディレクターの藤でございます。はい、コミュニケーションディレクター淳川辺でございます。藤です。2024年、はい、2024年、もう年明けましたか。結構明けてますからね。明けてます。だいぶ明けてる、はい、OB 初の今年ね、初の受注販売、はい、でございます。受注そんな初のって感じだったね。もう初、まあ、今年での初めての受注が販売でございます。一発目は何なんでしょう。皆さんからお声も非常に多かった、はい、アドラッグフーディのセットアップ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。一応ですかね。そうですね、もう本当にかれこれもう多分4回4、5回やってますから。そんなですか、うん、4、5回ぐらいかな、はい。それでもなお皆さんからお声をいただいておりまして、はいはい、受注販売やらせていただけるという準備ができました。はい、受注のその販売期間っていうのがですね、今週の日曜日、はい、21日の22時からですね、はいはい、うん、23日火曜日の正午12時ですね、はい、お昼の12時まででございます。までですね。この期間内に注文をいただくという形を取らせていただきます。はい、で早いもの順ではないということですね。ございません、はい、一応ですね相当な数を用意しておりますんで、キャパとしてはかなりほとんどほぼってことでしょ。まあ、100% 大丈夫とは言えないけど、そうですね、うん、0% っていうふうには言い切れないなですもんね、うん、はい、買い足しの方もね。そうですね、一番最初に買った方が、うん、だから一応ですね21日の22時から受注スタートするじゃないですか。はい、なるべく早く、焦らずともだけど、はい、なるべく早く早めにご注文いただけると安心感、はい、あるかなというふうに思っております。皆様へのお届けがですね3月の下旬に、3月下旬頃、ちょうどまあリアルにメインで着れるっていう、そういう時期なんじゃないかなというふうに思っております。そうですね、はい、うん、まあ、お花見シーズンですね。そうですね、ちょうどお花見の際に着ていただくような、まあ、そういう多分イメージかな。アノラックでコーディナナイロンでアウトドアに特化したそういうまあセットアップなので、はい、やっぱりアウトドアでやっぱり着てほしいなっていうところもございます。うんうん、はい、私年末年始例えばゴルフの打ちっぱなしで起きたりとかもしましたし、そういうこうアクティブウェアとしてはもう抜群にいい、はい、ストレッチも効いてる、効いてるだろうね、かなり効いてるね、はい、固まるよね、気が取れちゃうからね、はい、昨年から引き続きもちろん街でも来てもかっこいいよっていうそういうものになってますので、うん、冒頭でねルックを流させていただいておりますけども、はい、こういったこう街のシーンっていうところもしっかりとこうマッチするような、うん、そういったセットアップになっておりますし、街、うん、のシーンとマッチね、寄ってきたねこっちにうちもだいぶ寄ってるから冴えてるね先輩の背中を追ってますから、ありがとうございますね。でなんといっても、まあ、はい、今回その嬉しい情報としてはですね、はい、XL が追加されると、これ大きいんじゃないですか。だいぶ大きい、だいぶ大きい、はい、これまで購入できなかった方、体型的にね、うん、自分はちょっとちっちゃいかなって、はいはいね、はい、思われた方も今回はしっかりと購入いただけるように、はい、じゃあ3サイズ展開、はい、3サイズ展開の MLXL の3サイズでございます。なるほど。お値段がですねトップスが3万円ジャスト3万円据え置き、据え置き、パンツに関しても2万5000円の据え置き、据え置き、トータル5万5000円、ちょっと上げときますやっぱり当初から変わらない値段で、はい、まあ、やらせていただきたいなというふうに思っておりますんで、うん、もう3年ぐらいかな経ってるんで、いった生地のコストも上がってるし、いろんなところがまあ上がってはいるんですけど、プライドとして、うん、男気として、なるほど、限界までってことですね。はい、限界までしっかりやらせていただきたいなと。本当に素晴らしく僕たちも気に入ってますし、うん、まだ着られてない方、まあ着てらっしゃる方でちょっとサイズ違いだったりとかっていうのをね狙ってる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますんで、うん、この機会にぜひという感じでございます。じゅんさんとしてはまあ今回初めて、初アナロックですからね。ですよね、はい、ゲットしまして、どうでした。3年前に作ったんでしょ。そうです。色褪せないんだよね。色褪せません。で一度実はこのアノラック1年半ぐらい前に借りてんのよ、ゴルフネイビーをね。そう、ゴルフの時に、はい、とにかく着心地の良さと、うん、肩周りの機動力と、はい、あとはまあ必要最低限だけどしっかりとギミックの効いたポケット類、はい、メッシュ、ジップ、はい、コード、はい、でいてスタイリッシュ、うん、なのでゴルフウェアっていうのはもちろんないけど、はい、ちゃんとお洋服として成立していて、うん、そういうシーンでも活躍ができるっていうのはなんかファッションが好きな僕らにとってはすっごいちょっと、うん、
当時から思っていただいてたんですね。でやっとゲットできる。あとはもう世代はもうやっぱりアナログ世代なんで。そうですよね。中高と90年代とか、うんうん、まあ、2000年代のもう初頭はあの辺もアナログに沸いてたんで、はい、ですよね。そういう意味でも、はい、もうめちゃめちゃ個人的には上がってるアイテムでございます、うんうん、間違いないってことですね。間違いない、はい、コーディナーナイロン使ってるんですけど、うん、撥水のその加工も残しておりますので、うん、雨天とかそういった天候にも流されることなく着用いただけるっていう点もすごくいいところかなというふうに思っております。この24年着るって考えたらどんな着方がいいのかなっていう、無限通りはある気はするけど、はい、まずはセットアップはもうもちろんですよ、ね、もちろんでしょ、はい、そこはあとはもうどの足元合わせるかで、はい、ぜひ皆さん料理してくださいっていうところだし、うん、まあ、今回僕はルックパンツを選ばせてもらってスタイリング組んでるんですけど、はい、もうドシンプルです。そうですね、ドシンプル、はい、ボビーのジップアップのパンツ、はい、春先で、うん、ね、リアルな春先のスタイリングで、うん、もうシンプルにフーディーを合わせてパンツに入れて、足元何かなっていろいろ考えて、あのちょっとやっぱボリュームのあるスニーカーなんか個人的にはいいんじゃないかなと思って、いろいろこう割り出してきた結果、みんな大好き 3i っていう、昨年に引き続き昨年に引き続きまあこれもうちょっと大好物になっちゃってますね、うん、本当にそうですね、うん、まあ、スニーカー持ってくるよりまあ革なんで少しこう大人っぽさと都会っぽさと、はい、うん、うまい感じで塩梅が取れたんで、はい、まあ、そんなスタイリングにはしてるんですけど、うん、もうドシンプルスタイリングです、はい、そうですね、ユウさんの上ですもんね。そうですね、僕はトップスでスタイリング組んだんですけど、うん、23年からフレアのパンツっていうのが、うん、トレンド的にもそうですけど、うん、世の中的にも多分履くっていう人も結構増えたんじゃないかなっていう、うん、帯でお出ししたアクションスラックス型のフレアのパンツを今回合わせてるんですけど、90年代とか2000年代ぐらいのあのちょっと懐かしい感じと今のそのトレンド感みたいなところを融合させるっていう、そういうスタイリングっていうのを組ませていただいてるっていう感じですね。90年代2000年代のあの時のあの感じのまんま着ちゃうと古臭くなっちゃうんで、それをやっぱりアップデートさせて今のそのトレンドにマッチさせて着るっていうのがいいんじゃないかなっていうスタイリング、うん、コーディネートでございますので、はい、皆さんも参考にしていただけるんじゃないかなっていうふうに、はい、うん、思います、うん、で今回まあそのブラックだけなんですけど、2024年もブレずにブラックを軸に帯はやっていきたいなっていうふうに思っております、うん、はい、もちろん他のカラーでこの後新作もいろいろご用意はしてはいるんですけども、うん、はい、ベースとなるものはブラックで、ブラックは、はい、行こうじゃないかという感じでございますんで、うん、はい、この今回のアノラックのセットアップはもうブラックオンリーで、はい、ってことですね、はい、行かせていただきますという感じでございます。これライブは19日の金曜日の金曜日ですね、はい、21時から今年2回目の、ね、はい、ライブでございますので、うん、はい、前回ちょっとご参加いただけなかった方も今回はぜひという感じでございます。はい、はい、新たなサイズも加わってますんで、うん、サイズ感等々皆さん多分ご質問もいろいろ多分あると思いますし、そうかそうか、はい、ぜひ参加していただければなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。ということで今回はですね、オビーの名作となります、はい、名作アノラックフーディのセットアップご紹介させていただきました、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。お願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。過去動画も見てね、概要欄に貼ってるよ。お願いします。お願い。